インレット1月号12月7日発売です。なんかすごい豪華付録になってますね。ちょっとすごい楽しみにしてる付録の一つです。10ポケットのマルチケース、こちらは通常号の方ですね。ね、スナップボタンで取り外せるリトルミーのポーチもついてきます。こんな感じですね。背面には深さのある大きめポケットが2つ、パスポートやスペアキー、薬など貴重品の保管にも役立ちます。リトルミーのポーチの背面はメッシュ地。バックインバッグとしてスマホやコスメを整理できますっていうことです。サイズが縦15センチ、横 21.5 センチ、待ちが3センチとなってます。前面にムーミンの柄があってとても可愛いポーチですね。ケースの方ですね。で、ポーチ、ちっちゃい方、こちらですね。こちらが縦11センチ、横19センチとなってます。セブンイレブン、セブンネットショッピング限定、ムーミンと仲間たちウォールクロック。なんと、時計が付録としてついてきます。で、しかも、かわいいですよね。これ部屋に飾っとくとすごいかわいいなぁと思いました。もう、ちょっと予約しないといけないですね。ほんと欲しいこれ。サイズは直径18センチとなってます。結構大きいサイズなんで、これはちょっとお役立ちアイテムですね。部屋に飾って可愛いし、ちゃんと大きい壁掛け時計としても役立ちそうな感じです。インレット1月号、12月7日発売となってます。売り切れ必至な感じの付録なんで、欲しい方は予約をされることをおすすめします。スイートは、1月号ですね。1月号の紹介です。12月12日発売。ランバンオンブルー。通常号はマルチボックス。こちらになってます。サイズは結構大きめですね。縦17、横 18.5、待ち15センチ。で、黒にこのゴールドがとっても綺麗っぽいんで、ちょっと狙い目かなと思ってます。で、仕切りもあって、自由自在に区切れるみたいです。で、ボトル類も立てて入れられるって書いてありますね。これちょっとかっこいい、綺麗、おしゃれですね。狙い目。こちらはセブンイレブン、セブンネットショッピング限定の方なんですが、レザーポーチとミニバッグチャームのセットになってます。レザーポーチは縦13センチ、横 14.5、待ち6センチとなってます。で、こちらも黒にゴールドのあしらいになってまして、見た感じは若干硬そうな感じのバッグになってますね。ポーチって書いてありますね。うん。これもでもかっこいい感じですね、なんか。で、ミニバッグチャームは縦11センチ、横13センチ、待ち4センチ。ミニって書いてあるんで、すごいちっちゃいのかなとは思ったんですけど、このサイズを見ると、縦11センチ、横13センチあるんで、結構小物入れとして使えそうなサイズではあるような気がします。で、このカラー、ホワイトにブラック、ゴールドっていうのがとてもおしゃれで、可愛いなと思って、これも狙い目かなと思ってます。ね、内容はこんな感じですね。上質なレザー調で便利なポーチと、コスメやリップなどを小物入れにグッドなミニバッグチャームとなってます。こちらは12月12日発売となってます。で、次、バイラ。1月号、12月12日発売。内容はこんな感じで、付録は、神崎めぐみさんですかね。大人のふわふわエコファークラッチになってます。
高さ13センチ、幅約26センチ、待ち約8センチとなってます。結構大きめですね。幅が26センチあるんで。で、持ってる方を見ると、結構大きめのクラッチバッグとなってるみたいです。こちらも黒にゴールド。そして今からの季節にはちょうどいいファーになってるみたいなんで、ちょっと買うか買わないか悩み中です。バイラ1月号、12月12日木曜日発売となってます。予定価格は税込み860円です。素敵なあの人、12月16日月曜日発売2月号ですね。最強金運財布となってます。大人ミューズの長財布もあるんですけど、こちらの方がいいかな？外がゴールド、中が黄色って、もう完璧ですよね。金運財布として。で、こちらの方が使いやすそうかなと今思っています。幅は、サイズは幅20センチ、高さ 10.5 センチ、待ち2センチとなってます。で、中のカード入れは立てて入れれるみたいなんで、なんか出し入れしやすそうですよね、立ててあると。ちょっと使いやすそうかなと思いつつ、若干この黄色が気になるかな。うん、中もゴールドにして欲しかったかなと思いながら。ですね。でもちょっと気になるんで、これは買おうと思っています。素敵なあの人2月号、12月16日月曜日発売です。ライム。ライム2月号は、2月号、3月号が、合併特大号となってます。12月16日月曜日発売です。ライムオリジナルコンパクト USB 加湿器となってます。こちらのコップはつかないんですが、コップの中とか、そういうもの、お皿とか、まあ、100均でなんか器買ってきてもいいですよね、かわいい。それに水を入れて浮かべるて、USB につなぐと加湿器に なりますよっていう付録です。あとは、キャッシュレス決済完全攻略ガイドとか、ちょっと良さそうなお得情報も載ってるみたいなんで、ちょっとダイムも買おうと思っています。ライム2月3月合併号12月16日月曜日発売となってます。リンネル12月20日発売2月号通常号はこちらのハンドタオル、ポーチ、キーケース、トートバッグの4点セットとなってます。トートバッグは多分そんな大きくないんですよね。スマホと比べるとこれくらいなんでそんな大きくはないとは思うんですが、ハンドタオルはそれに比べると若干大きいのかなと思います。ちょっと可愛いですね、このハンドタオル。このバラエティ4点セットもちょっと面白そうですね。で、セブンイレブン、セブンネットショッピング限定発売の方はステンレスボトルとなってます。こちらも柄が可愛いんですが、内容量が 120ml しかないんで、なんかゴクゴクゴクって飲んでしまうと終わってしまうサイズだなと思いました。保温保冷も両方できるみたいです。ポケットに収まるサイズって書いてありますね。とても可愛い柄なんで気にはなるんですが、若干ちょっと考え中です、こちらは。リンネル12月20日発売2月号はこちらの付録となってます。スプリング12月23日月曜日発売2月号の紹介です。通常号スヌーピーバッグの中が散らからない4ポケットポーチ。サイズが幅24センチ、高さ 18.5 センチですね。結構大きめで、しかも4つチャックがついてて、おまけにチャームも4つ、こんな可愛いチャームがついてるんですね。これはバッグの中でちょっと
整理整頓するのに便利なポーチじゃないかなと思って、で、しかもこれビニールではなくてレザー調なんですよね。すごいいいですよね。おしゃれ。なので、こちらはちょっと狙ってます。かわいいですよね。で、増刊号、セブンイレブン、セブンネットショッピングの限定の方の増刊号が、スヌーピーのお金が貯まるポーチと電卓となってます。で、中はこういう風に、6リングファイルになってるみたいですね。それと、中の仕切りですね。分けれる袋もついてて、で、この電卓もついてくるみたいです。マルチケースは、高さ22センチ、幅 12.5 センチ、待ち2センチとなってます。ジップケースは、高さ 19.5 センチ、幅8センチとなってます。電卓は、縦 5.5 センチ、横 8.5 センチとなってます。うん、これも可愛いですね。スプリング2月号は12月23日月曜日発売となってます。アンドロージー。アンドロージー2月号12月21日発売。フロックはメルビータベストセラーお試しセットとなってます。アンドロージーウカさんですかね。ウカコラボ。品格ネイルカラーピンクベージュ、このカラーですね。すごいやっぱり綺麗、濃くもなく薄くもなく、ほんのりほんわりした色ですね。ピンクベージュ、とても綺麗なカラーとなってます。で、内容量は右が通常量、左が付録のサイズとなってるんですけども、そんな大して差はないんですね、見た感じ。なので、これもお得かなと思います。で、こちらは4点セットになってますね。2個目が美容オイル、アルガンオイル 1ml。3個目、ロルロゼブリリアントボディオイル 4ml。で、4個目がインディゴオイルシャンプー&コンディショナー。こちらの4点セットとなってます。アンドロージ2月号12月21日発売となってます。大人ミューズ、大人ミューズ2月号老舗スーパーマーケット紀ノ国屋とのコラボアイテムで、特大お買い物バッグになってます。で、サイズは高さ36センチ、横37センチ、待ちが15センチとなってます。チラッとフランスパンとかも見えてて、結構やっぱり大きそうですね。で、紀ノ国屋のロゴがもう全面に、紀ノ国屋、紀ノ国屋、紀ノ国屋って入ってます。ちょっと若干恥ずかしいかな、これ。と思ったんですけど。あと、セブンイレブン、セブンネットショッピング限定の方も、保温冷バッグセットってなってるんで、多分、これと、こちら。こっちはちょっとちっちゃめ、なのが多分これセットだと思うんですよね。セットって書いてあるんで。で、大きい方ですね。ペットボトル6本が入るサイズ。大きい方のサイズが高さ 26.5 センチ、横21センチ、待ちが13センチ。で、ちっちゃい方の、こちらですね。こちらのサイズが高さ13センチ、横 12.5 センチ、待ちが 7.5 センチとなってます。これも、紀ノ国屋のロゴがバッチリ目立つように入ってます。若干恥ずかしいかな？どうなんだろう？うん。ちょっと悩みますね。買うか買わないか。12月26日発売となってます。ステディ。12月7日発売。1月号の付録の紹介です。通常版は、ビーミングバイビームス特製本格派ショルダーバッグとなってます。こちらのバッグですね。中はピンクのヒョウ柄で、若い人向けなのかなって感じですかね。サイズは、縦 14.5 センチ、横22センチ、
マチが7センチ、ストラップの長さは最長で135センチとなってます。セブンイレブン、セブンネットショッピング限定発売のステディ1月号は、すみっこ暮らしの3店ポーチセットとなってます。この白いのは、縦 9.5 センチ、横 17.5 センチ、マチが6センチです。ボックス型ポーチ、透明窓付きになってますね。で、このブルーのふわふわ刺繍のトカゲポーチは、縦 8.5 センチ、横 11.5 センチ、マチ 1.5 センチとなってます。フェイス型モコモコ白クマポーチ、縦 11.5 センチ、横14センチとなってます。かわいいですね。イブルルドハルカ先生監修2020年の星占いも載ってるみたいです。フォーチューン占いってやつですかね。ステディ12月7日土曜日発売となってます。大人のおしゃれ手帳。12月7日発売の通常号の方ですね。ラ・バガジェリー大きく開く大人リュックとなってます。で、こんな感じですね。ちょっと台形っぽい感じなのかなっていう見た目はそんな感じで、中は綺麗なピンク色になってますね。サイズは高さ27センチ、幅、底の部分が 23.5 センチ、マチ 13.5 センチ、ストラップの長さは最長で76センチとなってます。で、肩に優しいストラップとかゴールドの型押しですかね。で、中はボルドー。両サイドにもポケット。便利なマイポケットがついてます。増刊号、セブンイレブン、セブンネットショッピング限定の方は、同じラ・バガジェリーのウォレット付きミニポシェットとなってます。綺麗なすごい可愛いポシェットですよね。サイズは高さ 12.5 センチ。幅 20.5 センチ、マチ 1.5 センチとなってます。ストラップの長さは最長で123センチとなってます。こちらの内容はストラップが外せるようになっているので、単独でも使えるウォレット、後ろのポケット、コンパクトに収納できる、鮮やかなゴールド、長さの調節も OK っていうところですかね。綺麗ですよね、すごい。おしゃれ。このウォレット、ミニポシェットですかね。ウォレット付きミニポシェット。ちょっと狙い目ですね、こちらも。大人のおしゃれ手帳1月号は12月7日同時発売となってます。